ナイトでないと昭和を生きた男たち待たせたな。皆さんこんばんは。えー、っと今宵もナイトでないと聞いて、えー、いただいている。皆さん、えー、ありがとうございます。先月はね、えー、スタジオにちょっと来れなくて。あのー。 某ガレージからお送りしたんですけどね、えー、今年いや今回はスタジオに来れました。ちょっとね。10月はイベント多くて、あのなかなか時間が取れなかったんですよね、えー、今日はですね。あのー、最初ね。男女間のこう、いろんな話をしようかなと思ったんですけど、今日はちょっと真面目にあのー、教育のね話をしてみようかなと思っています。 えー、最近ねあのこの番組はね、えー、結局エンタメを通して、えー、昭和から平成令和に至るまでの、まあ、時代の流れというかねそういうのをまあ皆さんにお届けしようと思ってる内容なんですけど毎回テーマを変えてるんですけど今回ちょっと教育っていうことで、あのー、やるんですけど最近よく聞くのはね何て言うかなこう子供に対して親が なんかすごく甘いっていうんですかねあの学校も何もできないし、えー、先生も何か問題を起こすとすぐになんだろうモンスタークレームクレームーがねペアレンツがいてあのクレーム受けてあのな叱られちゃうんで何も言えない、まあ、安全にこう卒業しててくれればそれでいいかなっていうことであの学校が何も言わないんでで、あのー、もう子のもが威張っちゃってね驚いちゃうんですよね。あのー 親ってね、あの北野武さんも、あの、どこかでおっしゃってたんですけど、親は子供に嫌われて当たり前と、あのー、そういうことを言ってたんですよ。やっぱりこの親っていうのは、子供の壁になって、それを乗り越えるべき存在であるべきだし、あのー、親がね、子供に媚びを売ってどうするんだろうなって話で、あの子供がね、なんか家の中で王様みたいになってるんですよね。で、親がもうそのすごく子供の機嫌とってて。 えとそれでどんどんその子供が大人になっていていつかは親になるんですけど親にならない場合も最近あってでちょっと前に「子供部屋おじさん」なんて言葉が流行ってねあの子供部屋多分おばさんもいるんですね <laughs>。これえとどういうういい人かっていうとと 家にいるのが、まあ、いわゆるる実実家家ですよね実家にいるのが一番楽なんですよあの食事も親が作ってくれるし炊事洗濯全部あの親がやってくれるあの子供の時はそうですよねそれで二十歳も超えて30歳も超えて40歳も超えてずっとそこの家にいると、まあ、あの昔日本って家の制度があったんで長男が例えば奥さんをもらって あの親と同居してそこであのまあお姑とかお姑さんがまあいたりそれはそれでまあ問題はあったりするんですけどでまあそういう家族構成の中でやっていくっていう形ならまだいいんですよ。そうじゃないあの娘であっても息子まあお父さんもしくはお母さん特にまあこれは僕の偏見ですけど母親と息子これすごくそういう関係になる。 っていうようよよな気がすするんですよね、あのー、息子ができるとも旦那さんいらないっていうね、あのー、息子だけいればいいもう大事でもうそういうのはねすごく顕著かなってその「親」という字がこう木の上に立って見るのが親なんだなんていうことはもう本当に死後で古くて、あのー、子供部屋おじさんになって。 えー、どん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 年を取って結局のところはおじさんとおばあさんとかあおじさんとおばあちゃんが一緒に暮らしていって全部親がやってく,るんでくれるんであの大人になった時自分では何もできないで僕の、あのー、ちょっと知り合いの方で結婚相談所やってる人がいるんですけどねその人よく言ってるんですよあの50も過ぎて結婚できない男たちいるんです。 え必ずお見合いの席にえお母さんが同席されるそうです。ま,あ、まず間違いなく。それでえ息子さんが何か言おうもんならお母さんがパシッと。えー、息子さんが言う前にお母さんが話し出すと。まあ、そんなような人がねたくさんいるそうです。あの50こうやって結婚できない人。まあ、そういう人に限ってえ相手に求める条件はうるさい。あの若くてきれいな人がいいとか跡、えー、取りが欲しいとか同居して欲しいとか。 なんでそういうことになっちゃうかっていうと、まあ、小さい頃からあのお母さんとかお父さんとかはもう本当にに家保護に育てて育てるとこんな大人になってしまうよっていう動画があるんでちょっとこちらをご覧いただけますかね。<music> 途中気づかれたと思うんですけど年頃になって彼女ができて夜デートしようかなと思ったらお母さんがねひもってあれへそのを,を、まあ、が切れない切らないっていうところを、まあ、あの表現してるんですけどもうひもをくり寄せて彼女も作らせないあもう私のものよっていうねあの母性愛のもう異常な過保護ですよね。 えー、そってやってあの洋服選びからあのご飯からも全部あのお母さんがやってで結局、まあ、あの最後の最後に、まあ、お母さん亡くなってあの自分もいい年になって、まあ、この動画でいくと、まあ、それこそ本当に50代、まあ、60代って感じですけどもうこんな四面楚歌の状況狭い世界の中で友達とも遊んだことがない彼女も作ったことがない。だから、 あの何もわからないお母さんいなくなったら何もできない何もわからないそういう子供がが大人が出来上がってしまって真っ暗闇の四面楚歌の中にいるような感覚になってしまうっていうまあ一つの,もうあのそういうことを揶揄したこう動画なんですけどもね、えー、とこういうことって現実に今あのまあまあ起こってはいるんです。 えとだからあ,のあまりね、えー、過保護にしないことがいいかなって思うんですよねあの僕はよくあのこの番組でもね言ってるんですけどあるイベントに行きます親子でね、えー、イベントに行ってあのいろんなお店がこう出てるんですいろんなお店がねいろんなお店が出てるんですけどうんと小学校のそれこそ赤ちゃんじゃないですよ3年4年ぐらいのまあまあ大きい子が。 あのこうキャリアとかカート大人が引っ張るカートに乗ってあのお父さんお母さんがカートを引っ張ってその中でゲームやってるんですよこうゲームをひたすらねこう携帯のこうゲームゲームこうやってるんですよでもイベント会場には来てるんですよだから何でイベント会場に来てるんだろうなと思うんですよねで親もなぜそこでゲームをやらせてるのか僕は不思議なんですよつまりゲームって 家でもどこでもでででももきるわけですよねでもそこのイベント会場に来たらそこのイベント会場にしかないものがあるんですよそれは乗り物にしても売ってるものにしてもね何にしてもそういうものを勉強じゃないですよ無駄ななことかもしれないだけど見聞きすることであの例えばこういう食べ物があるんだなとかあのこういう飲み物があるんだなとか。 こういう遊びがあるんだなとか、あこういう絵とか、こういうおもちゃとか、こういうものがいろいろあるんだなっていう世界が変わる。で、あの小さい頃からそういうことを親があのなていうの教えておかないとですね、同じものを見ても同じものを聞いてても頭に入らないんですよ子供ね。だから結局どこに連れて行っても何をしても全く成長しないっていう,う子供大人。 がが出来上がってくる、まあ、そういうふうなんであのやっぱりいろんなところに連れて行ってあの視野を広げるっていうことがすごく大事だと思うんですよね。もちろんすごく高級なところは大事だしそうじゃなくても普通の一般的なところも大事だから上も大事だし下も大事だしそれを広くこう教えるっていうことがねあの親の務めだと思うんだけども僕からすると親がそれができないですよ。 あの親がそもそももう親世代がそういう風うに育ってないんで、あの僕は正直言って古い人間なんでね。言うんですけど、あの親世代がそういう風に育てられてないんで、当然子供をそういう風に育てることはできない。で、まあ、あの今親の経済格差があの子供の学力に直接響くってなんてこと言われてますけども、もいや本当にそうかなって僕は思うんですよね。あの。 勉強、まあ、ここ今勉強の話をしますけど勉強だけで言うとほとんどの人は塾に行かせてててれば安心って思っ思る人多いんですよでね確かに塾に行ってる子と行ってない子だと塾に行ってる子の方が成績がいいので塾に行かせれば安心とか塾に行かせられる経済環境にある子供が あの恵まれていると、それで言,言われてるんですけど、実際違うんですよね。塾に行ってるからあのー、優秀なんじゃないんですよ。塾に行ってる間、その子は他の子が遊んでる時間に勉強してるっていうだけの話なんですよ。だから別に塾なんか行かなくっても、親がちゃんとやることをやりなさいっつって言ってればあの塾に言ってる子たちとそんなには変わらない。その時間遊んでるか勉強してるかっていうだけの違いなんですよね。 じゃあ勉強ってねやりたくないですよ僕も勉強大嫌いであの宿題なんか全然やっていかなかったんでしょっちゅう立たされてねあの当時は先生にこうなんかこうぶん殴られたりあのバケツ持ってどっかで立たされたりしてた口なんでやりたくないのは分かるんですけどあの最低限やんなきゃいけないことある。だかなすよ。あの時間がないから塾に行かしてるのか面倒くさいから行かしてるのか。 じゃなくて親がちゃんとそこそこ指導するで何かあるとすぐね学校が悪いんだとか社会が悪いんだって言うんですけどそれ違うんですよ最初に責任があるのは親なんですよねだから親がまず最低限の責任を持って子供のしつけ教育をやってそれを学校なり社会が助けてくれるっていう考えがまずないとダメなんですよこれなくて全部学校だ塾だって任せ親が多いんで あのそういうふうにねあの社会が悪いとか学校が悪いとか、えー、とマスコミも良くないですよね経済格差があもろに、えー、子どもの成績に響くと、まあ、そういうわけじゃなくて親の考え方次第僕はそう思ってますよねでそういうふうに、ね、なぜその勉強しないかあといけないかっていう話があるんですけど、あのー、これまで今から紹介するドラマがあるんですけどこのドラマ以前にもまあ少しはあったんですけどただほとんどが。 中学校だったりとか高校だったりところが舞台になっているドラマっていうのは昔の日本はすごく多かった昭和の時代すごく多かったこれ何でかっていうとあの思春期にかかるんでねあの、まあ、その学園ものって言われるんですけど友情だったりとかあのなんだろうな心苦い恋愛だったりとかそういうのがテーマになりやすい、まあ、もしくは不良化していくのを止めるとかね あのテーマになりやすいんで中高をテーマにしたドラマ多かったんですけど、えー、今から紹介するドラマは小学校をテーマにしますあのしかも公立の小学校、えー、このドラマ91年のドラマだったと思うもう今から30年ぐらい前の映画なんですけどまさに、えー、今この現代をもう象徴するかのような内容の一部分セリフになってるので、えー、っとまずこれご覧いただけますかね。 いいい加減目覚めなさい日本という国はそういう特権階級の人たちが楽しく幸せに暮らせるようにあなたたち凡人が安い給料で働き高い税金を払うことで成り立っているんですそういう特権階級の人たちがあなたたちに何を望んでいるか知ってる今のままずっと と愚かでいいいてくれればいいの世の中の仕組みや不公平なんかに気づかずテレビや漫画でもぼーっと見て何も考えず会社に入ったら上司の言うことをおとなしく聞いて戦争が始まったら真っ先に危険なところへ行って戦ってくればいいの、えー という内容でねこれねあの女王の教室っていうね天海祐希さんがあ主演でやられてて当時はあのー、まあ、社会現象というかすごく話題になったんですこういうあのー、特に小さな子どもに対してここまで厳しく知った教育するっていう,う考え方理念がなかったんですねちょうどあの昭和の偏差値教育っていうのが終わって平成になってゆとり教育っていうのが始まって。 えと日本の国民の学力がガタッと落ちたんですよ世界レベルでも極端に落ちたそれで、あのー、そんな中で突然現れたこのドラマなんですねあのー、ここの中で出てくる特権階級って言われている人たちはあのー、い時ありますよねなんだ上級国民っていう言葉が一時ありました、あのー、都内で、えー、と2歳か3歳の女の子を連れたお母さんをまあ僕はあえて引き殺したという言葉を使わせていただきますけども ひき殺した交通事故を起こしたあの高齢の方があのほぼほぼ無罪になるというような、えー、事件がありましてねあの世論がすごくそれに対して反発した上級国民は何をやっても許されるのか、まあ、その人はまああのいわゆる、まあ、官僚系のねちょっといいとこにいた方の OB だったらしいんですけど、まあ、今で言うと。 例えば今すごく円安になってますけど円安になってて儲かってる会社あるんですよね、あのー、輸出をメインとしてる大企業、まあ、も,もしくは国内だとまあ観光産業ですかね、あのー、輸出をメインにしてる大企業はいいですよね円安だからどんどん売れるんで、あのー、儲かってるそれであの木、ー、田内閣になって法人税が下がったんでそ、あのー、大企業は儲かって、えー、税金なくなった分どこに諸い者が来るかっていうと普通の 今の言葉で言うところで言うと凡人の,あの一般の人たちがあ消費税が上がったりとか、あのー、例えばタバコの値段が上がるとかガソリンが上がるとかそういうもので賄えるような仕組みになってるわけですよねだからそういう仕組みを知らないとのどん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 僕はいつも使ってる言葉は日本人は羊たちになる羊たちの沈黙。 あの羊飼いにただひたすら右に行けと言われば右に行く左に行けと言われば左に行く。でどん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 搾取されていって最後は戦争になるかもしれない戦争になったら誰が最初に戦地に行くのかっていう話ですよね。だからあの勉強っていうのはあの学校で、えー、引き算とか足し算とかやるっていうことじゃなくて世の中を知るということが まあ勉強であるっていうことがあのこのドラマの中の最大のテーマになってそれを知らないとねあのまあこの間つい最近選挙ありましたけども半分の人が選挙に行っていない僕あんまり政治の話はしないんですけどうんとどっかの特定の支持生徒もいませんしねあのしないんだけどあの選挙に行かない半分の人たち SNS で何か何が嘆いていてもこの国は変わらないんで僕言うんですよ選挙に行かない半分のね人たち網田くじでもいいしサイコロ転がしてもいいんであの適当にやって適当に残りの半分の人が入れればいいそうすると誰かには入るんですよ。で半分今投票に行ってる人たちっていうのは若い人たちはあまり興味がないから分かんないかもしれないんだけどあのいわゆる組織票って言ってねその半分 選挙に行ってる人たちっていうのはもう毎回必ず選挙に行ってる人たちなんで毎回必ず選挙に行ってる人たちっていうのは毎回だいたい入れる人も入れる政党も決まってる人たちが多いんですよでそういう人たちばっかりが選挙に行ってると政権を取る政府はほぼあの政党はほとんど毎回同じになるんじゃでそこが作った政策に対して文句を言ってもそれはあなた方が選んだ 政党ですよねってことなんですよねでこれ変えようと思うと残りの選挙に行ってない半分の人たちどうせ1票ぐらい変わらないとかあの誰がやっても一緒だとか特にあの支持する人も政党もいない人かじゃないないならないでいいんだけどただ変え,ろ変えたいって思うんだったらサイコロ転がしていいんで鉛筆回してもね適当に入れる。残りの半分が 適当に票が入ったらこれ大変ですよいわゆる不動票って言うんですけどこれ残りの半分が、あのー、選挙の票に反映されたら今の政治家がガラッと変わりますから、あのー、本当にあの今ね18歳であの成人になったんでこれも僕は思うのはいわゆる二十歳20代の人にでも選挙にほとんど興味がないのに。 さらにそれを18歳まで下げるとね、えー、と有権者は増えるんだけど選挙に行く人は相対的に減るってことになるんですよ。だって興味がないんだから。で相対的に選挙に行く人が減るってことになると,、えー、と保守党今あの政府を持っているところがあの維持しやすくなるっていう構図が出来上がってきてそういうふうに法律を作っていってるんですよね。 いわゆる特権階級の人たち特権階級の人たちに抵抗するには SNS でブツブツ言ってても「YouTube はだ」とか言ってね何億円稼いだとしてもこの国は変わらないだからやっぱり本当のねあの教育っていうのは小さい頃からしてねあの子どもたち まあ、未来ある子どもたちをねあのしつけていった方がいいんじゃないかなって僕は思うんですよね。まあ、勉強とかお金とか社会的地位とかそんなものだけじゃないんだよっていうねもっと他に人として大事なものがあるんだっていうそういうことをやっぱり教えていった方がいいんじゃないかなって僕は思うんですよ。あのー、今はね結局この間推しっていう話についてちょっとしたんですけど。 党内だと大久保とかねあの、まあ、新宿もそうなのかなあたり行くとそれこそ10代から20代の子たちがまあ体売ってるんですよね、えー、とちょうど90年代ブルセラっていうのが入りましてね女子高生があの、まあ、ソックスだったりとかあの自分の私物をまあ売るとで、まあ、そおじさんたちが買っていくと。んでまあ、あの結局その時は 遠ってね、援助交際という言葉が流行ってましたけどもでマスコミがまたバカなことを言うんですよ。今はみんながやっている援助交際。<laughs> みんなやってないですから。あの一部ですからねそんなことしてるのは。ただマスコミがみんながやっているってどんどんどんと上げるとそうなんだって思い込んじゃうのが10代なんですよ。だから本来は罪悪感を持ってた あのー、まあ女の子たちもね、あのー、いやいやみんながやってんだからこのぐらいいいだろうっていうところでたかが少しずつ外れていって最後にはドーンってどん底に落ちていくっていうことになりかねないんですよね。で90年代はブルセラとか援助交際っていう言葉があって最近ではパパ活っていうらしいですけどまあはっきり言って売春ですからねこれ。 買ってしまう大人が悪いでだけど大人が悪いって言っても大人って言っても今も言ったようにあの大人になりきれない大人が多いし、あのー、まあ何でもそうなんですけどこう美味しそうなものがあったらそれは食べますよ <laughs> まあ僕でも僕は <laughs> あのしませんけどね、あのー、それは人間の差がなんでね。だから ただまあそういうまあ冗談はさておいて子どもまだまだ子どもというものに関して守んなきゃいけないんでそれ大人の務めだと思うんですよ社会のね。ただ問題は花一門目っていうねあの大昔にあの手つないでねあの子が欲しいってあの子はいらないっていう子どもたちが遊ぶ花一門目っていうあの子どもの遊びがあってねこれ本当は知ってる人はもう昔の人はみんな知ってるんです悲しい話で「花ちゃん」っていう名前の子は。 一問目ってものすごい小さい額の門目っていうあの単位のお金花は一問目しかならないよっていう悲しい歌なんですよ。で大昔は「世間」って言ってね、あのー、まあ田舎の方に行くと子供がたくさんで口減らしの意味もあって、あのー、泣く泣く女の子をこう売らないといけないっていうあの貧しい家庭があったんですよ。で税源っていいうううののはそういうところから女の子を買って でそれであのまあそういうまあ吉原代表されるような当時のねあの色町っていうところには連れていくっていうののまあマネージメントというか仲介人っていうとかそういうものの職業としているのは世間って呼ばれたんですけど当時ゲンが連れていく女の子たちっていうのは行きたくないんですよでそこの家庭もできることなら出したくないが貧しいから仕方がなく出してた。 今違うんでよね、あのー、見たね女の子たちね進んでいってる別に困ってないけど行くんですよなんでかっていうと手っ取り早く稼げるからで手っ取り早く稼げるからっつって行くんだけどかといって自分のために使ってるわけじゃなくて例えばあのー、なんだろうホストクラブのごひいのホストを押し上げるためにそのお金がいるとかね。 あと地下アイドルのあの押し上げるためにそうお金がいるからといって自分の身を犠牲にしてまあ本人たちは犠牲とは思ってないんですけどあのお金を稼いであの進んでやってしまう。だから進んでやっちゃうっていうことがねどうしようもないと思うんですよね。あのいやいやなら まあ警察なななりりは取締まるることも可能なんですやらせてる方ただ進んでいっててしかもそれが未成年じゃないんであれば、まあ、取り締まることもできないっていう現状があってでなぜあのそういったね10代の、まあ、20代かなもうそうなんだけどその思春期の子供たちができちゃうかっていうと小さい頃から何ていうかなその自意識っていうか何が正しくて何が 間違ってるかっていうことを親がちゃんと教えてないんですよね。あの善悪善悪って別に法律とか決まりを破ったら悪くてあの法律とか決まりさえ守ってやいいんだってそういう話じゃないんですよ。あの人としてしていいこととしちゃいけないことってうのうあってね。あのそういうことはえっ、ー、と小さい頃に本当に教えないとあるあの教育論の中では人の根幹っていうのはね通 つがつくまでにやらないといけないっていうのがあるんですよ。一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、六つ、七つ、八つ、九つ、九歳。九歳というと、ね、あの小学校三年生なんですけど、九、まあ、つがつくまでの間に根幹を作ってあげないと。等になってからでは、人間の本質、まあ、根幹は。 変変ええられないいいいにくいよとううのががそういった説がありますだから性格じゃないんですよ性質ねあの持ってる根幹っていうその間になんとなくこういうことはいいことだなとかこういうことは悪いことだなっていうのを教えてあげないといけない子供にね。でそういうことを教えるにはいろんなまあ方法があるんですけど。 今あの紹介させていただいたドラマの中に何が大切かなっていうことを言ってる場面があるんでちょっとこちらもご覧いただけますかいい加減目覚めなさい人生に不安があるのは当たり前です大事なのはそのせいで自信を失ったり根も葉もない噂に乗ったり人を傷つけたりしないことです例えば人間は死んだらどうなるかなんて誰にもわからない言う通りにすれば天国に行けるとか。 逆らえば地獄に落ちるとかいう人がいますがあんなものはでたらめです誰も言ったことがないのにどうして分かるんですか分からないものを分かったような顔をして無理に納得する必要なんかないんですそれより今をもっと見つめなさいイメージできる私たちの周りには美しいものがいっぱい溢れているの夜空には無数の星が輝いているしすぐそばには小さな蝶が懸命に飛んでいるかもしれない街に出れば 初めて耳にするような音楽が流れていたり素敵な人に出会えるかもしれない普段何気なく見ている景色の中にも時の移り変わりではっと驚くようなことがいっぱいあるんですそういう大切なものをしっかり目を開いてみなさい耳を澄まして聞きなさいということなんですよ。だからねあの何、ー、だろうかなおもちゃとかゲームとかねそういう話もするのもすごく親子でね遊んだりするのも いいいと思いますただね、あのー、ふとね今なんかこう秋でもう冬もだんだん近づいてくると空がすごく綺麗で都内だとなかなか見れないかもしれないんですけどふと家族で行って、えー、空を見上げた時にね、あの綺、ー、麗な星がこうパーッとあった時にね、あのー、星が綺麗だねとかね、あのー、夏なんかだったらあ海に行ったら綺麗な海だねとか山に行けば 景色が素敵ねとかそういう,うほんのちょっとしたあの会話あの子供に対する会話その時に子供がゲームやってちゃダメなんですよそういうとこはゲームはやらせないだってせっかくそういうところに行ってるんだから今からは雪が降って、えー、スキーにいたりする人もいるでしょ雪の山に行ったらあの雪の美しさあ寒さ それからみんなで遊ぶ楽しさ雪遊び雪合戦雪だるま作ったりとかあのそういうコミュニケーションを親が9歳までにあの子供にコンコンと話すんですよコンコンと教えていく少少しずつ少しずずつつコンコンンと教えていくそうすると自然と、うん、人間力っていうのが磨かれて何が正しくて何が間違っているのかまあ人間なんで失敗はするんですよね。 で失敗はしたって構わないんですよ後戻りができるしやり直せばいいんでただ、あのー、失敗を失敗だと思わない人たちが多いんですよこれは間違ってないんだって思い込む人たちだからさっき言ったようにその女の子で言ったら、あのー、パパ活してる子たちね まあ限度はありますよパパ活って言ってもあのちょっとあの食事ごちそうになったりとか物を買ってもらったりとかあのその程度はまあまあまあ昔からあるんで許容範囲かもしれないんですけどもそれ以上のことにならないようなあのこと子供娘息子にするためにはですねあの親は365日1日24時間子供を監視することができないんで。 あのね、信頼関係って大事なんですよねその親子の信頼関係とかそれからまあ夢っていうとまあねあの今の時き笑われちゃうかもしんないんだけどもそういう夢を語ってあげる教えてあげる、うん、こんなことしたらあの親だったりとか周りの人が悲しむんじゃないかなとか自分があの傷つくんじゃないかなっていうのが自覚で自分であの分かるっていう。 中身を作ってあげないといけない。あの、それが僕の思ってる教育論、思ってるんですよね。勉強の学力ってのはその後ですよ。そあと、だから、十歳以上、あの、九歳までには根幹を作って、えっ、ー、と、そっから後、まあ、なぜ勉強しないといけないかって話ですよね。でね、よ、あの、昔、ちょっと、あの。 私塾をやってましたよね教育学習支援なんかもやってたんですけどその時によく聞いたのは「うん、と今日先生、あのー、成績を上げてください、まあ、中学生ね、あのー、このままだといい高校に入れません」っていう親御さんが多々見えましてで僕はあのー、聞いたんですよね、あのー「いい高校ってどんな高校がいいんですか?」とあの親御さんほとんど答えられないんですよね、えー、答えられない、ね、なんで答えられないか自分が分かってないから。 であの、僕は助け弁で出すんですよあの「いい高校っていい大学に入れるとこですか?」そうですね「いい大学に入れると」とまた聞くんですよ「いい大学ってどんな大学がいい大学ですか?」また答えられないです親御さんはねだからあのいわゆる有名大学いい大学っていうのは「いい仕事に就ける大学がいい大学ですか?」って聞くと「まあそうですね」 でまた聞くんだよ「いい仕事ってのどんな仕事がいいんですか?」って、ね、お金が儲かる仕事がいい仕事ですか社会的地位がある仕事がいい仕事ですかどっちですかその両方ですか両方あれば一番いいんですけどねなんてねあのお父さんお母さんおっしゃってるんだけども例えばお金を稼ぐっていうことだけで言ったら植木職人 ね、あのー、日本庭園なんかやってる植木職人さんもしくは寿司職人なんかすごいらしいですよ今なんかニューヨークなんか行ったらあの年収2,000万3,000万とか当たり前らしいんであの日本で回転寿司握ってるよりニューヨークとか行っちゃった方がいいですよだから中卒でも全然問題ないし勉強いらないだからね何が言いたいかっていうとその最終目標どんな大人にしたいか あ,あるいは君たちはどんな大人になりたいのかっていうところを親がしっかり押さえてないと逆にじゃあそういう大人になるためにはそういう仕事に就くためにはどんなあの大学に行かないといけないもしくは専門学校に行かないといけないじゃあそこに入るためにはどんな高校どんな中学でこのぐらいの成績は取ってやらないといけないっていいそうすると目標値が見えてるんであのそこに目指してとりあえずやってみる。 ここ大事なことでやったからって言ってそこにたどり着けるとは限らないんですよねたどり着けるのは多分ごく一部の人ただたどり着けなかったとしてもそこまでの努力をするともしダメだった時にあのじゃあこれが駄目だったらこっちに行くしかないなとかこっちに行きたいな2番目3番目の選択肢があった時に選ぶことができる範囲が広がるんですよ。例えばそうだな 具体的に言うと法曹、えー、界に入りたい判事、えー、になりたい検事になりたい弁護士になりたいと思って勉強していったけども結局なかなか司法試験があ難しくて合格できなかったとしてもそういう勉強をしてきたんで司法書士にはなれましたとかねあのもしくはちょっと違うかもしれないけども税理士にはなれましたとかね。 そういうふういふにこれそこです、ね、あのもしくは医師になりたい医者になりたいからって言って一生懸命勉強してきたんだけどもまあいろんなことがあって医者にはなれなかったけども薬剤師にはなれたとか看護婦さんにはなれたとかあのそういう意味で、まあ、これ例えば一つの例なんだけどもあの自分が目標としてたものになれなくてもその時点での いろんな道の選択肢が広がるってことなんですよその学歴っていうかその勉強をしてるとねこれがあのー、まあ、勉強っていうか学歴がないとその選択肢が狭まるよっていうだけの話なんですよ別になくったって生きていく道はいっぱいありますお金も稼げるし社会的地位も得られますただ一般的なルートを行くとその選択肢が広まるんでとりあえずやりなさいとそういうことなんですよ 勉強っていうのはねだそれ以外に人間として何が大事かってことはさっきから言ってますけど大前提としてやっぱり教えないといけない。うん、それでね、あのー、これも最後の方の話題になるんですけども、うん、と先日ある小学校に行って、えー、校長先生の話を聞いてきました。そしたら教育現場っていうのは 今このウーバーーバががあったたりりとかドローンが飛んでたり世界中に監視カメラあの衛星がねこう宇宙を飛んでいるような時代になっても教育現場の現状っていうのはね特に日本なんですけどね。百180年変わってないってねどういうことかっていうと先生が教壇に立っててで黒板があってその前にあの生徒たちが座ってる。で先生がこう教えてあの子どもたちがあの まあ教科書に載りノート取ったり宿題が出たりしてやっていくあのこのシステムはね180年変わっていないっていうことでいよいよ日本もあのこの制度を変えようえここうん3年ぐらい前にえ日本の教育指導要項っていうのが大幅に変わったそうですこれどういうふうに変わったかというと主体性を重んじて自主的に行動する子どもを作る いいですか主体性を重んじて自主的に行動する子どもを作るんですよ。ということは主体性つまり自分で考えることができるで自主的にじゃあこうしようと行動することができる子どもを作ろうという教育要項になったんですね。それでどういうふうにしたかっていうと例えば運動会あの今はまあいろんな名前も変わってますけどそういう行事とか あのいろんな決め事っていうのも今まで学校側が決めてたんですけども、えー、子どもたちが決める種目も子どもたちが決める誰が出るかも子どもたちが決める全部子どもたちに決めさせようっていうことなんですよね。であのー、さらに言うと今。 まあ、若いねあのお父さんお母さん僕のこの番組聞いているかどうかわからないんですけどあの、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとかねあの今の現状分かって見えない方に説明すると今の学校ってねあの小学校あの連絡帳とかないんですよ宿題もないないっていうと語弊があるんですけど学校側がタブレットを配布するんですねあの生徒にそれでえー、っと宿題も連絡帳も おー例えばロイドノートなんていういわゆるアプリを入れてそこに全部入ってるんですよ。で家に子供が持って帰ってタブレットを開いて宿題を確認する連絡事項を確認する自分でそれをやっていく。で学校に持って行って。 え宿題を出すんですけども宿題それやっててもやってなくても先生は叱ることもないし注意もしないじゃあ別にやってかなくてもいいじゃんって話なんですよねあのそして更に言うと宿題も場合によっては自分で決めるそうです明日はこれをやります今日はこれをやりますが宿題じゃあ決めなかったら何もやっていかなくていいでしょっていう話になっちゃうんですよね,だからこれね 何が言いたいかっていいいたかとうね主体性のある子はいいんですよだからその9歳までにあのこういう風にやりなさいねっていう風にもう自意識っていうかね自覚ができてる子は4年生とか5年生とかになった時にそうだこのままだったらちょっと駄目だから今日は何をやろうかな、うん、じゃあこれをやろうって主体性を持って決めるそして、あのー、決めた以上は、うん、じゃあ今日これやんなきゃなってこう自主的にやるこういう子は伸びるんですよ。 で、そうじゃない子は誰も何も叱らないからで親御さん自身が、えー、っとそういうふうな仕組みにはなってるとことを知らないんですよ。だから連絡帳もないし宿題もないとか思ってるんで親御さん自身が子供の方を向いてないとあれやったこれやったかっていうことを聞くこともないんですよ。だからどん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 さっきみたいにあの子供の格差ができていく。これだから親の経済格差だけの問題じゃないんですよ。 親の知識不足もう一つは親の無関心これがもう決定的だと僕は思いますだから親が関心を持っていれば塾にも生かすかもしれないし家でも教えるかもしれないしこれは経済だけの問題じゃないってことですねでもう一つはあのー、このタブレットってみんながみんな使えるわけじゃないんですよね例えばネットの環境にない人とか あのまあ、それはそれで学校が対応してくれるらしいんですけど一番僕が聞いた中でひどい例っていうのはその学校から貸与されてるあのタブレットを売り飛ばしてしまう親がいるんですよ売り飛ばした親だからそういうあの地域っていうのがあるとそこの学校はあのタブレットを持って帰ららせせないんでですよ学校であの全部やらせるそうするとまたそこであの持って帰ってやるところと持って帰らないところでは格差が出てくるんですよね だそれぐらい今ね、あのー、時代の変革期っていうかでこれ本来はあのー、ある教科書会社の人間から聞いたんですけど、えー、と紙媒体をなくす教科書をなくすってことで10年かけてね、あのー、日本がやろうとしてた教育改革なんですけど何の思惑か分かんないけどコロナになってその間にいろんなあことがあったんでしょう。3年で この10年かけてやろうと思うことを3年でやってしまう一気に3年でやったんですよできますか10年かけてやろうと思ってたことがあ、コメントいただきましたありがとうございますあ、志村さんいつもありがとうございます、えー、俳優の西田敏行さん漫画家の梅津和夫さんビッグな方々の不法が続き北朝鮮からミサイルが飛びそして米国の大統領も決まろうとする中 我々はどんな気概を持って生きるでべきでしょうかね。うん、そうなんですよね。あのー、日本はアメリカの属国って言ってもいいぐらいになってますよね今。っていうか日本は島国なんでまるで外のことには無関心なんですよ。あの大陸でね陸続きになっていればあのー、すぐ隣に上層の国の人がいるからわかるんですけど海という広大なあのー堀 ままあ、まあいわゆる柵、ね、に守られているんで全く外のことが見えてないこれが日本人の最大の欠点ですねだからあのー、情報って言ったらあのニュースしかないでニュースって本当とうが混じってるんでねあの見るんだったら CNN も BBC もみんな見た方がいいですよわ、あのー、からなくてもねもしくはその SNS もあれも嘘とお真実が混ざってるんで 結局それも自分であのー、学ぶしかないですよね。で大人になったら自分で学ぶんですけど、そういう自覚を持てる大人になるためには自覚を持てる子供を育てないといけないんですよ。それは親の務めです。あのー、僕ら古い考えなんだけども、今の若い人たちってのは本当に夢がなくて、あのー、何をやっても変わらないとかね、あのー、どうせあのー 僕なんかダメなんだとか私なんかこんなんなんだって言ってなんか夢を持って失敗してもあの努力するだけ無駄だからって何も考えてないっていう人が圧倒的に多いですあの僕が聞く限りですよこれを頑張ろうと思う人がいないでさっきもねちょっとね あのー、ここの若いね、あのーまあ、ちょっとねあのことを話してたらねあの大谷翔平さん、あのー、すごいね選手いるんですけど彼を見て、まあ、僕なんかすごいなと思うで大抵の日本の人たちはねすごいなと思うんですけどある世代の中では大谷翔平と比べて自分は何なんだってこう思ってあのー、じゃあ俺なら結局何やってもあそこにたどり着けないんだから結局このままでいいじゃんって何も夢も希望も持たないっていうね あの世代の人たちがいるそうですよそのマイナスのふうに考えてしまうあの日本のヒーローをマイナスに考えるっていう逆効果の場合もあるらしいんですよね例えばかっこいい大人がやっぱり、あのー、かっこいい男まあ男というか女もそうですけど大人の姿を見せないといけないそう思うんですよね。で、あのー、今日ね、あのー、このドラマを中心に話しさせていただいたんですけどかっこいい大人が本当に少なくなりました。 かっこいい大人の話をこの先生、えー、女王の教室のこの先生はあまりに授業が過激でクビになってしまうんですけども最後のラストシーンにあのすごく印象的なシーンがありましたので是非ちょっとこご覧ください。 新しくしている私立の校長がいるんです人格者だし先生のような優秀な方ならきっと受け入れてくれると思いますせっかくですがお断りしますどうしてですか再教育センターに行ったらですよ1年か2年は現場には戻れないんですよ私は公立でしか教える気はありません子供たちに学力や貧富の差がある 難しい環境だからこそやりがいがあると思わないんですか皆さんさあ皆さん授業始まりますよなんであんな素晴らしい人を辞めさせなきゃいけないんでしょうか 阿久津先生は自ら大きな壁になって自分を乗り越えると言いたかったんですよ壁にぶつかったことがない子供は挫折に弱いし今は大人が壁になっていないから子供が舐めるんだし子供は私のことなんかすぐ忘れるけど阿久津先生のことは一生忘れませんよ 本当にやめなきゃいけないのは私のような教師の方じゃないんですかせめて俺たち年寄りは阿久津先生みたいなやる気も理想もある人を守ってやらんといかんのじゃないでしょうか大人がかっこよくないから子供がぐれるんです 大人がかっこよくないから子供がくれる僕もそう思いますよねあのかっこいい大人って金持ってるとか社会的地位があるとかそんなんじゃないんですよかっこいい大人子供はねすごく素直な目を持ってるその素直な目でまっすぐ大人を見てるんですよね一番近い親を見てるあのだからその親がかっこ悪いとやっぱり子供も 格好悪い大人になっていくんですよね。そういう目であのー、子供たちと接して、そういう目であのー、子供たちと遊んだりとか接したりとかしてあげてほしいなってもう僕は思います。あのー、今日はねちょっといつもと司会で真面目な話したんですけど本当に。 子どもさんたちを可愛がるのは大変結構なんですけどもあまり甘やかせすぎないように、えー、と忍耐忍耐というのはあるる目標のために今をを耐耐えることを忍耐我慢は何の意味もなく耐えることが我慢だから忍耐をつけるような、あのー、教育というのをしてほしいんですよね。あのー、何かのの目標のために 目標を叶えるために今は頑張るんだぞという忍耐力ですよね。これは大人にも言えることなんですけどもね。さあ、今日はこんなところなんですけど、えー、来月12月ですね。あの、今の多様性っていうことがあって、あのー、ちょっと lgbt っていう。あのね、あのー、男女のこう性同一性障害とかそういうことに対して、えー、お話ししたいと思います。あのー、まだ決定じゃないんですけど、ひょっとしたらその。 そういう LGBT のね関係の女性というかあのゲストに迎えられるかもしれませんのであの来月はちょっとあの楽しみにしていていただけると嬉しいです。それでは今夜はこの辺りで失礼しましょう。デザートはあなたで。